ヘボンの共造セリオを開いた、総教授横浜市立大学医学部ヘボンホール、ジェームス・カーティス・ヘボンは、米国長老派協会の医療伝道宣教師、医師、ペンシルベニア州ミルトン出身、ヘボン式ローマ字の考案者として知られており、これは、彼が編纂した初の和英辞典である、和英語臨習生における、日本語の表記法が元になっている。せの、ヘボンは、 言語の発音を重視したナ表記とされており、本人が日本における名義として用いたことで、彼固有の表記として定着したものだが、ヘップバーン全般の音訳としては、ヘップバーン、ヘップバーンが普及したことから、彼のせいもそれに従って表記される場合がある。幕末に訪日し、横浜で医療活動を行った。宣教師ルアン・シモンズと共に、 横浜の近代医学の基礎を築いたと言われる。その功績を称えて、横浜市立大学医学部には、ヘボンの名を冠した行動、ヘボンホールがある。また、東京で、明治学院を創設し、初代総理に就任。日本の教育にも貢献した。聖書の日本語訳にも携わったことで知られる。ヘボンが最初に滞在した、横浜の上物寺エボンとその家族の集合写真。一方、 ジェームズ・カーティスの発音、表記は変遷し、混乱してきたと思われる。ジェームズについてはジェームズを、カーティスについてはカーティスを参照のこと。横浜距離打ちのヘボンのイエヘップバーンの名は、ヒーブロン、またはヘバーンという町に由来する。またヘボンの遠い祖先は、スコットランドのボスウェル博に連なるという。そして近い祖先は、イギリス国境による長老派博害を逃れて、 サムエル・ヘップバーンが1773年アメリカへ渡ったのが始まりで、子ジェームス、孫サムエルと続き、サムエルの長男がジェームス・カーティス・ヘボンである。1880年代半ばのアメリカ合衆国長老協会東京ミッションのメンバーの家族の集合写真1890年、横浜で撮影されたヘボン夫妻の金婚式の記念写真日本に来て、 医療を武器に信用を獲得していった。専門は脳外科であったが、当時眼病が多かった日本で名声を博したという、横浜の近代医学の歴史はヘボン診療所によって始まったと言われる。日本人の弟子を取って教育していたが、奉行所の嫌がらせもあり、 診療所は閉鎖になった。博士のラウリー博士宛ての手紙によると、計3500人の患者に処方箋を書き、半根性内反の手術30回、浴場変の手術3回、眼球摘出1回、脳水腫の手術5回、背中のお出来切開1回、白内障の手術13回、自老の手術6回、直腸炎1回、チフスの治療3回を行った。 白内障の手術も一回を除いて皆うまくいったという。また、名優、沢村たのすけの脱走を起こした足を切断する手術もしている。その時は麻酔剤を使っている。一度目の手術は、慶応三年であるが、その後も脱走の進展に伴い切断を行っている。専門が、脳外科であることを考慮すると足の切断術は見事であると、荒井康夫は述べている。 ヘボンの弟子の中からは、後に、日本で、初の近代的な眼科病院を創設した、丸尾共同など、多くの優れた人材が育っていった、明治学院24年度卒業写真、ヘボンを、卒業生が囲んでいる、1910年米国でのヘボン、ありがとうございます。